熱処理設備の水処理専門、冷却塔の水質管理、水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジの杉山です。おはようございます。今日はですね、会社って、誰のものと、うちはですね、社員含めて、3名でやってる会社なんですけど、会社っていうのはですね、そもそも誰のもんかと、小さな会社だとですね、ワンマン経営のところがどうしてもあってですね、会社っていうのはもう要は社長のもんやろうというふうにですね、こう思われるんですけど、実際は私はですね、確かにその運営でいろんなこう決断はですね、私自身がこうやってる部分がかなり多いんですけど、やっぱり会社ってですね、結局はお客さんのものじゃないかなというふうに思ってるんですね。と言いますのが、私たちのサービスとか物を商品をですね、必要とされているのはお客様であって、そのお客様が商品を買ってもらって、サービスを買ってもらって、その対価でですね、会社っていうのは運営されていると。でその必要なものを提供しているお客さんとしては、その会社がなくては困るというふうな存在であるとですね、そういうことを考えると、やっぱり会社っていうのはですね、お客さんのものじゃないかなというふうに思うんですね。で私たち、最終的にはですね、利益をいただいて、その中からですね、給料もらってこの生活をしてるんですけど、そもそもですね、お客様なくしては会社っていうのは存在しないというふうに思ってますね。そのためにですね、お客さんのためにその何ができるのかっていうのは、私たちがその最大限考えてやっていかなければ、逆に必要とされなくなったらですね、会社っていうのは存在しないと。だからお客さんが最大限こう満足するようなサービスとか商品、他社がやってないようなことをですね、私たちはやる必要があると。それによってお客さんが、あなたの会社は必要だと言われて初めてですね、この会社の意義があるというふうに思ってます。結論から言うと、結論的にはですね、会社っていうのはやっぱりお客さんのものだと思っています。熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水が冷えんとかですね、冷却水が流れんようになったとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジと検索いただけましたら、弊社の詳しい情報をご覧いただけます。